湯船沸かして右手に携帯左手に入浴剤持ってたんですけど携帯の方バッて投げちゃって忙しすぎてでゴミ箱にゴミ入れようと思ってまあなんか食べるじゃないですかティッシュとか今も疲れてティッシュとか食べるじゃないですかって今